こんにちは。今回は共通テストの対策についてお話をしていきたいと思います。来年初めて行われる共通テストですので、正直まだもう誰もねどうなるかもわからない状態ですから、あくまで予想ですし、私からの提案ということでね、聞いてもらえればと思います。はい、まず皆さんからよく質問起こるものを、今日はお話ししようと思ってこちらに書いておきました。センター試験を解くのは有効なんでしょうかという質問が、まあ、よく起こるのですけども、まずこれに関しては大変有効です。20番ついてあります。まずですね、センター試験というものは長年30年近くずっと行われてきて、こういう出題の仕方をしたら平均点がこういうふうに下がっちゃうなとか、そういうことをちゃんとデータとして蓄積した上で作成しているものなんですよ。で、我々がちゃんと見ると、ああなるほどねと、まあマーク式の入試にすることがいいかどうかは一旦別にして、あの形式の問題としてはとてもいい形式の問題になっていると思います。内容がとても良い内容になっていると思います。なのでまずそれをしっかり勉強することによって、適切な必要な数学の力というものが養われるはずです。そしてこの後行われる共通テスト、まあなんか太郎くんと花子さんがやってきて会話をするだとかね、なんか国語の文章かっていうぐらい長いものを読み取らされたりとかね、まあそういったことが一応思考テストで出されていて、そういうふうになるんじゃないかと言われてますが、これはね、わからないんですよ。で、そこのところはもちろん国語力鍛えるとかってことは必要ですけども、必要な数学力に大きな違いはないはずです。ですので、まずセンター試験をもとにして勉強していくというのはとてもいいことなんじゃないかなと思います。で、実際ね、センター試験の問題っていうのは、国立の二次試験の大問一つで出るようなネタを、ちょっと細かく文章を入れながら小問集合をつけていって解かせるような形になってきます。だからもともとは二次試験の勉強をしっかりしていれば、これは取れるよねっていう形のものになっているんです。そういう両問の集まりなんですね。ですからセンター試験の問題をちゃんと解いていくことによって数学の力確実に養われますから、これはとても二重丸だと思います。そしてそれと比較して、先生、実践問題集やった方がいいっていう声も聞くんですけど、どうですかってものがあります。で、これに関してなんですけど、個人的にはセンター試験の恥だと思います。こちらはですね、本当に日本の数学の教育を変えてやろうっていうぐらいすごい強い思った人たちが、何人も何人も集まって、1年に1回行われる試験のために会議を何度も何度もして、問題を練り上げていくそうなんですよね。で、こちらの実践問題集というのは、まあ、我々予備校講師が締め切りとかに追われた中でさっさっさと作っている問題たちで、やっぱり練られている度合いからするとやっぱりちょっと違いますし、もちろんいい問題もあるのは確かなんですけども、個人的な意見ですが、問題の質としてはこちらの方が有効なのかなと思ってます。なので例年ならばセンター試験の過去問絶対やりな、こっちよりもこっち優先だよっていうところなんですけども、今年に関してはないんでね、共通テストとしての過去問がね。だからまあ、太郎くんと花子さんが会話したらこうなるんじゃないかとかね、国語の文章の読み取りだったらこうなるんじゃないかとかね、1へ70分になるからこういうふうになるんじゃないかとかね、そういうところまではこちらでは対応できないんですよ。だから今年に関しては実践問題集も有効だと思います。なのでちょっとこういう言い方するのを皆さんに対して心苦しいなと思うんですけど、個人的には半々かなと思ってます。センター試験の過去問を振り返ってきながら勉強をして、さらに実践問題集も少しは触れていく。あとは、今までマーク模試それなりにやってきたと思いますので、マーク模試の問題を実際に、解いてみる。これも有効だと思います。で、時間は測った方がいいかどうかですけども、もちろん測った方がいいです。で、この時に気をつけてほしいことなんですけども、実はね、センター試験の時代から答えのマークを全部塗るだけで、だいたい6分半かかってたんですよ。だからセンター試験の数学60分だったって言われてるけども、6分半かかっちゃうんで、実際ところ53分ぐらいで解かなきゃいけないんです、問題をね。で、本番って慌ててしまってはーってなることも考えたら、53分の時間を50分で解くぐらいのつもりでいた方がいいと思うので、60分のテストは50分で測って解く。で、50分測って解いた後にもう少し
10分20分かかったとして解けたのかどうかってことをやってほしいんですよね。だからタイマーは50分でセットしつつ、まあ、プラス20分なり30分ロスタイムを取り、その時間内で取れるかどうか、ね、っていうふうなやり方で取り組んでもらったらいいんじゃないかなと思ってます。そしてよく起こるのが二次試験とのバランスを教えてくれと。もう私はセンター試験かなり重要視してるからセンター試験の勉強だけすればいいんじゃないかななんて人もいたりします。今ここでね喋ったことなんですけども、センター試験の問題たちっていうのは基本的に二次試験の大問1個で聞かれるようなネタ中心だったんですよ。なので二次試験向けの勉強をしっかりしていればセンター試験の点数にも直結してました。おそらくこれは共通テストになっても変わらないはずです。なので二次試験向けの勉強を必要としている人はそのまま二次試験向けの勉強を引き続きやってもらえればセンターの点数、共通テストの点数は必ず上がっていきます。ただ二次試験向けの勉強をしていると、かけがちな論理ですよね。必要条件、十分条件とか 1A の最初の不等式の部分とかね、まあ、そういったところは自分で少し補わなければならないはずですから、それは、別個にやった方がいいと思います。で、まあ、冬休みに入って、時間が取れるようになってきたら少しずつ、過去問やこちらをやっていくって感じでいいんじゃないかなと思います。で、数三受験する人は数三どれくらいやったらいいんですかって声も聞くんですけど、それやれるならいくらでもやった方がいいです。特に私立医学部を受ける人はもう最短でセンター終わった2日後に数三の入試が行われるんですよね。ですから1週間にやっぱ 2,3 回は触れるってことはしてほしいですね。特に微分積分です。その中でも特に積分、これはもう計算ぜひやってほしいなと思うので、週に 1,2 度、まあ、あわよくば 2,3 度やった方がいいんじゃないかなと思います。例えばね、学校の講習とか、塾の講習受けるという場合にはその予復習だけをしっかりするっていうのも分かりやすくていいと思います。まあ、数差を全く触れないということがなるべくないようにしてほしいなと思います。そして、まあ、多分こういうのをピーッと見てる人からするとですね、多分一番これが聞きたいんでしょうね。短時間で得点上げるにはと。はい。一言言うとね、数学を舐めるんじゃないってやつです。そんなね、短時間でね、10点、20点なんか上がりゃしないんですよ。どの教科もそうだと思いますけどね。ただ、いや、そんなこと言わないで先生教えてよっていう人のために、一つ教えると、センター試験はね、学校の教科書のみが試験範囲だったんですよ。学校の教科書に書かれていない内容は出さないって決め事があったんですね。おそらく共通テストになってもその性質は変わらないはずです。なので、学校の教科書をしっかりやり込むことって大事なんじゃないかなと思います。例えばですよ、数 2B 受ける人、同系って言われて何だかわかりますか？同型。これってね、三角関数の学校の教科書をちゃんと読んでもらえればきちんと説明なされているものなんですよ。で、教科書に書かれているものだから試験で出てもおかしくなくって、実際に問題文に同型って書かれたことがある。で、そうなるとね、なんとなく分かってきたつもりでも、今までいろんな勉強してきた人もこういう細かいことまで目を向けてないと、試験会場でピラって開けて同型ってなっちゃうとね、点数がまた上がらなくなっちゃうんですよ。で、そういうことがないようなチェックってものもやはり必要ですから、できれば学校の教科書は一度は目を通したいところです。で、章末問題とかね、答えがついてないものに関してはあんまりやる必要はないかなと思ってます。それよりも公式がきちんと書いてあって、あわよくば公式の証明をチェックして、で、例とか例題って、回答書いてあるやつあるじゃないですか。そういうのをしっかり触れることによって抜けがないようにする。どの内容もそれなりのことは分かってるなーってレベルにする。これをやっていくといいんじゃないかなと思います。ただ、もう残り時間があんまりないっていう状況の場合にはですね、数1の教科書を1ヶ月かけましたとかってやってる時間はないんですよ。ゆっくり1冊をじーっとやるよりは、何回も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 やった方が効率いいですから、例えばね、4時間ぐらい時間かけて数1を2日かけてやって A を2日かけてやって2を2日 B を2日ぐらいやって、でそれ終わったらじゃあ次は1日ずつかけてやる。
それが終わったら 1A を1日かけてやる、 2B を1日でやる。もちろん最初の1周目にできたところはもう触れなくていいですからね。できてないところだけ狙い撃ちでどんどんやっていくなんてことをして穴を潰していくってことをすると最短の時間で効率よくいけるのではないかなと思います、ね、参考にしてもらえればと思います。だから数学の力をつけていけば、まあ、ちゃんと点数取れるに決まってますから、まだまだね焦る時期ではないと思います。といってもこれ見ているのが前日だったら焦らなきゃダメなんだけどね。ということで、まあ、以上のことを参考にしながら共通テストを頑張って臨んでもらえればなと思います。ではいろんな解説動画もね用意してますからね、興味あったらぜひご覧になってもらえればと思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ。